ジェームス・ブレイクは、イギリスは、ロンドン、インフィールド・ロンドン特別区出身のシンガー・ソングライター、音楽プロデューサーである。2011年、自身の名を冠したデビューアルバム、ジェームス・ブレイクをリリース。この年のイギリス・マーキュリー賞にノミネートした。2013年リリースの2作目となるアルバム、オーバー・グロー・オンは、マーキュリー賞で大賞に輝いた。 第56回グラミー賞においては最優秀新人賞にノミネートしている。ハーモニミックス名義でたアーティストのリミックス楽曲のリリースも行っている。コロシアムへの参加やジョン・ウェットンとのモーグルスラッシュにおける活動で知られるジェームス・リザーランドを父に持つ。ファーストアルバムに収録されたビル・ヘルム・スクリームは父の曲のカバーである。2009年6月、自身の寝室で レコーディングされたシングルエアーラックズラブをリリースし音楽家としてのキャリアをスタートさせた。2010年名門 R&S レコーズより EP クマックをリリース。タイトルトラックのクマックがラジオを中心に話題となった。同年11月、ファイストのカバーであるリミット2位はラブをリリースし、前衛シングルチャートで最高47位を記録した。 年末には BBC による批評家や音楽関係者の投票で有望な新人アーティストを選出する恒例企画サウンドオブ2011にノミネートし2位に選ばれた。またこの年の作品群には批評 S 字からも好意的な評価が寄せられピッチフォークメディアからはザ・ベルズ・スケッチ、クマック、クルフェーブ・ナーベカの3作の EP が この年の年間ベストアルバムランキングで8位に、楽曲、アイオンディーノーもベストトラックで8位にそれぞれ選ばれた。2011年2月7日、マンを持たして、デビューアルバム、ジェームス・ブレイクをリリース。本作は、批評イエス時から高く評価され、ピッチフォークメディアは、この年の年間ベストアルバムランキングで12位に、アマゾン・ドット・コムは4位に、も女子は17位にそれぞれ選んだ。 同年8月、ボン・イベールとのコラボレーション楽曲、フォール・クリーク・ボーイズ・クワイアも収録された、EP ・イナフ・サンダーを、12月にも EP ・ラブ・ホワット・ハップン・ド・ヒアをリリースした。2013年4月8日には2作目となるアルバム、オーバー・グローンをリリース。ブライアン・イーノや、リッツーも参加し、これまでの音楽性を、さらに拡充する、意欲作となった。ガーディアン氏は、 本作をこの年の年間ベストアルバムランキングで5位に、クラッシュ氏は2位にそれぞれ選んだ。2016年4月、ビヨンセのアルバム、レモネード収録の楽曲、ホワードにゲストボーカルとして参加。2016年5月6日、自身3作目となるアルバム、ザ・カラー・イン・エニシングをリリース。ありがとうございます。